listening to Shibuya Cross FM. Swing it, swing it, swing it, your dream.こんばんは。11月12日アーティスト応援部のお時間です。キャプテンの太陽一郎です。バキューン。こんばんは。マネージャーの高野桃子です。この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティです。そして一緒にアーティストを応援してくれる仮入部です。はい、どうも。じゃあ口を開けてコーナー A にタッチしてください。それではアーティスト演舞スタート。はい、今日の仮入部の当番はお嬢とアミティとてんちゃんです。はい、こんばんは。仮入部のお嬢とアミティとてんちゃんでーす。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま す, しいします。というわけでなんかコーナーがあるんでしょ。そうなんですよ。コーナーどころかなんかものすごいアホ毛が出てるよ。どこですか。どこ。白だから目立ちますよね。もう治った、もう治った。まだ後で確認します。はい、口内炎が3つできてるらしいね。見てるの？そうなんよ。てか親知らず抜歯したんですよ。はいはい、うん。そしたらもうアンパンマンみたいに腫れました。へぇー。ぜひあの後でレモン水を一気飲みしていただきたいですね。しみるわ。やだ、絶対。ご飯食べるのも大変で。はい。楽しい。はい、楽しい。どういうこと。そんな自分が楽しい。楽しいや。ポジティブでいい。ちょっと M 気があるのかもしれない。はい、はい、では今日のトークテーマに行きましょう。今日のテーマは和服洋服。今日11月12日は洋服記念日ということで、全日本洋服協会協同連合組合会が1972年に制定。1872年のこの日、礼服には洋服を採用すという太政官布告が出され、それまでの公家風、武家風の和風礼装が廃止されたということなんです。なるほど。あ、じゃあこの、はい、明治5年のタイミングでみんななんか和服よりも洋服の方がまあスタンダードじゃね、はい、みたいなっていうことになったみたいですね。皆さんどうですか。でも明治5年って、うん、明治維新あってから5年くらいってんでしょ。そうですね。田舎の方の人とか洋服買えないよね。確かに。廃止するとか言われてもね。いやいや、洋服ないですけどね。多分しばらくはまだね、和服の方の方が多かったんじゃないかなと思うんですけど。確かに。和服は着ますか、仮入部は。普段は着ないですね。着ないですよね。でも女の子はまずなんだろう、あ、成人式。そう、成人式の、はい、着る。あと浴衣でなんか結構お出かけとかしたりしません？あ、します、ね、お祭りなんかします。多分男性よりも女の子の方がこう和装を身につける機会多いかもしれない。うん、そうですね。そうだね。なんかあの浴衣もさ、なんかこう普通に着るだけじゃダメなんでしょ、うん、なんかこう折り返してもう大変なんですよ、あれ本当に。いや、今年あの浴衣でディズニー行ったんですよ。ほう、9月ぐらいに。ほう、いや、でディズニーって美味しい食べ物いっぱいあるじゃないですか、うん、食べたいのに入らなくて、うん、お腹いから、ね、しかも歩くのも大変で、うん、もう行かないと思いました。確かに。ディズニーに行かないってこと。もうあの浴衣で、浴衣でね。浴衣きつかった、可愛かったんですけど、きついですね。浴衣 OK の日だったってこと。いや、もうあのいつでも浴衣は大丈夫なんですよ。浴衣は大丈夫なんだ。はい、あのコスプレとかだと、うん、
間が10月だけとかなんですけど、うんうんうん、浴衣だったらいつでも大丈夫なので、そうなんだ、はい、浴衣で行こうって言って、でもおすすめはしないよってことですよね。そうですね、めちゃめちゃ大変です。いやだってジェットコースター、ね、だってアクティブなとこに行くのにさ、うん、乗り物乗りません。え、乗らないの？写真だけです。うわぁ、なんだこの写真を食べに、インスタグラマー的な、旅行に行ってもプールに入らずプールサイドで写真だけ。インスタグラマーです。あ、はい、みんなじゃあ、すごい長すぎました。さすがもう3回目となるともう、ね、てんちゃんの扱いが分かってるわけ。皆さんね、チェックお願いします。でも僕もあれですけどね、うん、あの和風じゃないですけどジンベエが好きだったんで、前期はずっとジンベエで過ごしてましたね。お、なるほど、すごい似合いそうですね、田谷さん。高校時代とかは、うん、へー、そうジンベエ楽ですよね。楽なの？めちゃめちゃ楽。ジンベエで高校に行ってたんですか？行かない何なんだそのとんだふざけた生徒。いくら自由でもダメでしょ絶対。でもいるのかな、私服 OK の高校あるもんね。ありますね、あるけど、ジンベエ OK なのかな。めちゃめちゃ返事扱いされる。そう、一回だけね、ジンベエとね、サンダルでね、あのラジオ局に行った時はマネージャーにめちゃくちゃ怒られました。めちゃくちゃ怒られました。あの浴衣とかジンベエって確か寝巻きなんですよね、うん、夜、そうなんですね、寝るときに着るものだから。はい、私ちっちゃい頃パジャマでジンベエ着てました。あ、そうなんだ、そうなんだ、確か。だってジンベエって普通に外に着てる描写あるよ ね、まあ、でもコンビニに行くときとかに着てる人多いですよね、うん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 、普通に渋谷とかにもジンベエで来てましたけどね、うん、すごい目立ちそう、はい、はい、というわけで、というわけで本日はタイヤキャプテンと私高野桃子、そしてカリニュー部の部員たちで本日お越しのゲストを応援していきたいと思います。番組の Facebook ページも皆さんぜひいいねしてくださいね。では本日のゲスト紹介の前に一曲お聴きください。桃さんでお前サイコパスやな。お前サイコパスやな、お前サイコパスやな、お前サイコパスやな、お前サイコパスやな。本日のゲストを紹介いたしましょう。本日はチョネサユさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。まずはじゃあちょっとプロフィールを、はい、紹介させていただきます、はい、チョネサユさん、千葉県柏市出身のシンガーソングライターさんです。普段は東京、関東、被災地を中心に福岡や北九州、あ、九州ですね、九州、東北、石垣島など全国で活動しています。三線、ウクレレ、ピアノを弾き語り、ライブや路上ライブ、配信やネットなどで歌っています。たくさんの人に笑顔を届けたいということです。はい、よろしくお願いします。まずですね、はい、このお名前、はい、チョネサユさん、はいはい、チョネサユさんはどういう流れでついた名前なんですか？意味はないくて。意味ないんですか？はい、ないです。意味ないんですか？すごい聞かれるんですけど、はあ、全くなくって、はあはあはあ、天から降ってきました、ポトンって。そうなんだ、はい、あなたはふっと浮かんだんですね。はい、うん、落ちてきた。あなたはチョネサユだよ、はい、そうです。でもすごい覚えやすいなと思いました。本当ですか、はい、結構なんかお年寄りの方とか、その被災地とか行くと、はい、なんかチョネ
みたいな覚えてもらえなくて、ちょっちょねとかすごい言われます。ちょっちょね、それなんかあれですね、沖縄出身のボクサーですね。そうなんです。沖縄の言葉とかっていうわけでもないんですか？そうですね、なんかありそうなんですけど、うんうん、特にそんなことないんです。あ、そういうの、はい、でもない。でも本当になんかパッときてる。はい、はい、確かに沖縄っぽい。沖縄っぽいですよね、はい、うん、なんかそういう意味なのかなと思ってました。よく言われないんですよ、なんも、うん、で、今年の5月で活動は5周年を迎えて、はいはいはい、現在6年目に突入。はい、はい、6年目ですね。初年最優として6年目。そうですね、はい、でも6年、5年間、まるまる5年間初年最優と呼ばれる。はい、そうです。うん、今日も明日も明後日も初年最優です。初年最優で。で、はい、アーティストの活動を始めたきっかけ、はい、小さい頃にテレビで見た歌手に憧れて、はい、音楽で人を元気を与えられる人になりたいと思ったということで、で、うん、なんか反対もあったみたいですね。そうですね、やっぱりなんか、うん、なんていうんですかね、なんかその一般じゃないというか、安定してないとか、まあ芸能系ってやっぱりいろいろ危ないとかもあって、うん、すごい周囲からの反対があったんですけど、はい、で、もともとそれで教師を目指してたので、はい、まあ、教師になろうって思ってたんですけど、うんうんうん、やっぱ高校生活の中ですごいなんかいろいろ行事とかいろいろ生徒会とかやる中で、なんかやっぱやらずに諦めるのは違うなって思って、うんうん、もうやるぞって言ってやりました。なるほど、はい、最初路上ライブから。はい、路上ライブか、なんか何して始めればいいかが分かんなかったので、はい、とりあえず路上ライブで歌おうと思って。路上ライブどうでした？うん、僕も、うん、現役時代はもともとライブハウスのバンドやってて、うん、ちょっとそのバンド解散した時にたまたま別のメンバーから誘われたのが路上ミュージシャンだったんで、路上、そっから路上に出たんで、はい、最初の路上ライブ今でも覚えてるんですけど、覚えてます。めちゃめちゃなんかどうしたらいいかわからなくないですか？わかります。私もめっちゃ緊張して、うん、なんか楽屋ないし。あ、そうですよね、うん、始めるきっかけもなんか別に何ですか、うん、まあフリーとかでやると、うん、本当にお客さんがいるわけでもないので、はいはい、なんか始めますとかもないし、そうですね、なんかしれっとでちょっとなんか怒られるかなとか思いながら、なんか、ね、けど私はそのツイッターをやってて、うんうん、なんか多分そのシンガーソングライターとしてなんか活動してきますっていう風に、うんうんうん、まあ、ツイートをしたら多分その界隈の方々が、うんうん、なんだこの人はみたいな感じで結構見てくださってて、1回目はもうギャラリーがすごい10人、20人いて、川崎駅でやったんですけど。なるほど、先に言っちゃうっていう手もあるのか。はい、そしたらなんかまあ気になった人が来てくれてて、今日もうガチガチに緊張して、うん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 、1時間半か2時間歌って、長い、うん、はい、スタートでそれはなかなかっすね、うん、ですかね、すごい覚えてます、今でも。いやでも路上ライブは結構大変ですよね、うん、普通に ね、ステージで歌うっていうよりも、はい、もう荷物がもう重いし、まあ、やっぱりね、いろいろあったりもするので、まあ、今日もやってきたんですけど、はい、なんかまあ簡単なものではないけれども、うん、やっぱりやってあなたらしい方と出会ったり、やっぱファンの方が来てくださって、うんうんうん、歌聞いてくださると、あ、頑張ってよかったなとか、うんうん、そうですね、思います。すごくやりがいがあります。はい、ネット配信とかは何で配信されてるんですか？もともとは2017年から、ミックスチャンネル、うん、ミックチャの、はいはい、トップライバーとしてずっと活動させてもらってたんですけど、うん、去年、一昨年かな、17と、はい、今は TikTok でライブ配信をしてます。うんうん、はい、そうなんですね、TikTok はね、17ですね、17ライブと TikTok で、はい、はいはい、それあとあれですよね、結構そのピアノはなんとなくわかるじゃないですか。はいはいはい、ずっとやられてたという話なので、その三線とウクレレはどういう流れで、はい、もともとピアノだったんで、弦はそんなに全然だった、はい、で、まあ、ギターも全然弾き語りできないですし、はい、ただそのなんか石垣島にサバイバル生活をしていて、はいはい、そこでいわゆる三味線みたいな三線っていう楽器と出会って、まあ、これはもうやる気はないと思って始めて、
でその後にやっぱピアノって持ち運びがすごく大変なので、まあね、ウクレレで海とかで弾きたいなって思ってウクレレを始めました。はあ、すごい珍しいですよね、三線とウクレレ、うん、そうですね、いないですね。なるほどなるほど。ちょっと気になるんですけど、石垣島サバイバル生活って何ですか？そうですね、今めっちゃ気になりました。何ですか？石垣島で、うん、まあ、なんかサバイバル生活をしようと思って、うんうん、パッと思って、じゃあ誰も知ってる人もいない、知らない、全く知らない場所に行こうって思って、うん、日本の最南端か最北端、どっちか行くって決めて、で、最北端は寒いから嫌だから、うん、最南端に行こうと思って、うん、石垣島ってどこだって思いながら、うん、ポーンって行きました。はい、まあその島の中で、うん、はい、まあ、生活をするわけですよね。はい、でその中でこう三線とかを、うん、まあに触れたというか、そうですね、出会った感じですか？はい、なんかもう文化とかもやっぱ全然違います、うん、時間の流れとかも、うんうん、でまあ音楽もやっぱり全然違くって、うんうん、まあ、そんな中でなんか新しいちょっと音楽に取り入れてみたいとか触れてみたいなって思って、まずはもう三線やろうと思って。なるほど。え、結構弾けたもんですか最初から？あ、けど上手い方だとは言われました。多分まあ、ね、ピアノでその音階とかが分かってたから、うん、その、そうですね、なんて言うんでしょうかね、三線を今、いわゆるあのギターみたいにフレットがないので、うん、あのなんとなくこう、ね、そう、ドミファー、どの辺がドなのかなみたいなのが多分その、もともと備わってないと、うん、結構難しい、あれどこだっけみたいな感じ。難しそうですけどね、そうなると。そうですね、ウクレレも結構、あ、いや、うん、めっちゃ練習はしました、すごい、うんうん、弾けるけど、うん、まあ、なんか上手くはないから、うん、もういっぱい練習して、はい、弾けるようになりました。まあでもなんかそういう、ね、まあ、新しい生活をしたことによって、うんうんうん、その楽器に出会って、楽器に出会ってっていうことですよね。なんかこう石垣島どうでした？やっぱなんか本島となんか住んでるところと違いみたいな、いいなって思った部分とか。やっぱり私全然すごい都会も好きなんですけど、はい、自然もすごい好きで、うん、やっぱりまず時間の流れが全然違うし、うん、歩く速度とか、まあ、しゃべる速度ももちろん違うし、うん、やっぱなんだ、自然が本当に多くって、はい、もう緑も豊かだし、うん、海ももうなんだろう、綺麗というかもう青いし、うんうん、なんかやっぱそんな中で、うん、多分なんですかね、生まれる私のその曲というか言葉とかも変わってきますし、うん、なんかまた違った幸せとか発見とかがあったなってすごい感じます。なるほど。でもその流れでちょっと気になるのが、はいはい、あの一番近い目標に、はい、同じようにサバイバルって書いてあるんですけどこれ場所がマダガスカル。はい、ね、マダガスカルってまずどまあ、そうもう僕完全にあのアニメのあれが出てきてます。タヌキの、はい、タヌキのライオンとか、アライグマかな、あれ、ごめんなさい、ね、あ、そうですね、あれは、はい、あの厳密に言うとどこなんですか？アフリカの、うん、アフリカ大陸の右下の、はい、離島ですね。あ、マダガスカル島なの？そうですね、はい、ほうほう、うん、そこでサバイバル、はい、大丈夫なんですか？ね、ちょっと海外じゃないですか。けどまあちゃんと安全第一でしっかり安全第一行くんですね。あのもう他のアニメのイメージしかないのでその辺をこうライオンとかがこうやって確かにイメージですけど、動物のイメージ、そうですよね。私動物がめっちゃ嫌いで、え大丈夫ですか？この流れ好きなやつじゃないですか？いや、もうなんか大丈夫ですか？その横断歩道、なんだろう、ガードレールとかで、うんうん、犬とかとすれ違うじゃないですか、うん、逃げます私、ぐらいほんと怖いんですよ。これマダガスカル行ったらずっと逃げてなきゃいけない、うん、なんかそのイメージあります。ちょっと怖いかもしれない。大丈夫ですかね、それこそサバイバル。どのくらい行かれるんですか？
100日間ですね。100日間、はい、結構行きますね。はい、12月から3月いっぱいまで。あ、結構、あ、でもそっか、ね、すごい。アフリカとかだとあったかいのか。そうですね、あったかいので、私冬がめっちゃ嫌いなので。あ、じゃあ、まあ、逃げるように、あの、ある意味冬をに逃げるみたいな。そうですね、まあいい口実に。本当行動力がすごいです。なんか誰にも負けない特技のところで、はい、サバイバル精神と行動力を挙げていただいてるんですけど、はい、ねえ、読んでいくと本当に行動力すごいなって思うんですけど。取り柄がないんで。いやそうで、その辺で一回、一回ちょっと、はい、楽曲も聴いてみたいんですよ、はい、そういうところで生まれた楽曲をやっぱり聴いてみたいなと思うんですけど、はい、まず最初に聴かせていただくのが、はい、ティダヌ光。あ、はい、そうですね、チョネサユさんでティダヌ光をまず聴かせていただきたいんですけれども、はい、こちらなんか曲についてどういった楽曲になってますか。ティダヌ光っていう言葉は、うん、ティーダっていうのが沖縄で太陽っていう意味、はい、で、はい、ティダ、太陽の光っていう意味なんですけれども、うんうん、まあ、初めてそういう石垣島でサバイバル生活をして、うん、本当に自然、緑と、青の中で過ごして、はい、なんか自然ももちろんですし、うん、またいろんな人と関わったり自然に触れて、うん、なんかすごく自分と普段はなんかせかせか結構忙しくしてるんですけど、そういう自然の中でなんか自分と向き合って生まれた曲で、うん、なんか本当に聴いてくださってるその目の前の方に小さな幸せがありますようにという思いを込めた曲です。はい、それではね、お聴きいただきましょう、はい、チョネサユさんでティダヌ光。から入るんですね、うん、この曲は、はい、もうめちゃめちゃイメージが、はい、今ね、こちらね、チラシもあるんですけど、はい、こちらに、はい、もうこのイメージめちゃめちゃ合ってましたね。はい、合ってますね。もう本当青いですよね、すごいですよね、加工なしなので、すごいいい写真、ね、まあ、あとはこの、まあ、作詞作曲もご本人でやられてると思うんですけど、はい、なんか楽曲の制作はどういう感じでやられてるんですか。本当になんかアーティストによって全然違うと思うんですけど、うんうん、私は曲メロディーと
歌詞が一緒にポッて降りてくるタイプで、本当なんかそこら辺歩いててとか、トイレにいるときとか、あとお風呂入ってるときとか、なんかそういうときに何ですかね、ポッて降りてきて、でそこから楽曲を作るんですけど、それと同時に普段からあのメモ帳を持ち歩いてて、そこにまあ思ったこと、感じたこと、降りてきた歌詞とか書きたいことを書いてあるノートがあるので、まあ、それとなんか合体させて作っていく感じです。はい、じゃあ結構どちらかというとこう頭の中でメロディーとか、そうですね、世界観を作って、でそれに合わせてあの、まあ伴奏みたいなのを持っててっていう感じ、はい、うん、そうですね。なんか一番思いつく場所ってどこですか？ね、気になりますね。一番思いつく場所、まあ、なんか考えてみると私この時一番曲この場所とかついてるなみたいな、ライブ終わりのトイレ、ちょっとまだ感極まってる時ですかねにやっぱり、まあ、自分もライブスタートだし、なんか他の演者さんとかアーティストさんの曲とかライブを見て、私もこういう曲書いてみたいなとか、こういう世界観あるんだとか、多分めちゃめちゃ情報量がすごくて、すごい降りてきますね、そういう時は。なるほど、ちょっと意外な場所でした。いや、初めて聞きましたね。結構ライブ終わりはもうみんな飲みたいみたいなライブのことなんて忘れるみたいなね、一回音楽忘れるみたいな感じなのかなと。結構ライブ後は逆にスタジオ入ったりとか、家に帰ったとしてもピアノを絶対まずは行って、もうガガガガって弾いてなんかとかありますね。本当に音楽が好きなんですね。ライブ終わったらもうペーンですよ、楽器そっちタイプ、そっちタイプ、そっちタイプ、そっちタイプ。はい、それでは告知を、していただけたらと思うんですけど、SNS がですね、いっぱいやってて、YouTube、Twitter、Insta、TikTok をメインにやってます。全部あのチョネ左右でググってもらうと出てくるので、よかったらフォローお願いします。そして特にあの YouTube がですね、今年内2000人を目指しておりまして、あと90人となりました。おー、すごい。ってことはもう下手したら今日行くかもしれないけど、ね、行きますかね、皆さんフォローしてくださいねフォローしていただけたら嬉しいです。はい、それとですね、そのアフリカ、マダガスカルに行く前にですね、最後にチョネフェスというフェスをやります。で、12月の10日と11日ですね、 2days で昼夜昼夜の4公演連続なんですけれども、本当はマダガスカル行く前、最後の日本公演となっております。で、どの日も、結構席が少なくなっていて、でワンマンライブとかもあったり、結構ゲストの方も出てくださるので、ぜひチェックして予約してもらえたら嬉しいなと思います。もうむしろこれで行ってらっしゃいマダガスカルってことですよね。はい、そうです。もうこれはもう最後の日はね、みんなで行ってこう、行ってらっしゃいっていう風に、そうですね、お見送りもしたいですよね。12月、来月から行っちゃうんですもんね。はい、そうです。もうこのアーシャからはマダガスカル全然感じないですけどでもすごいなんか元気な感じが伝わりますよね。はい、ありがとうございます。早いものでお別れの時間が近づいていますが、はい、最後にですね、もう一曲だけ聴かせていただきます。はい、こちらの曲、どんな楽曲でしょうか？はい、毎年、シングルベストっていうベストアルバムを出していて、ちょうど11月の2日に、ベスト3を出したんですけども。じゃあ最近ですね。はい、本当にもう今月出して、でその中から1曲にしようと思って、どの曲にしようかなって思ったんですけども、いいじゃんコチュジャンっていう曲なんですけども、いいじゃんコチュジャン、はい、コチュジャンってあのコチュジャンですか？赤いコチュジャンですね。あのコチュジャンですか？はい、はい、私は食べれないし、めっちゃ嫌いなんですけど。なんでですか？今なんか僕コチュジャンめっちゃ好きなんですよ。あ、本当ですか？だからすごいなんか、あ、すごいコチュジャン、あ、コチュジャン好きなんですね。あ、大嫌いで、大嫌いなの？大嫌いなの？舐めたことすらないです。だから逆にいいじゃんコチュジャンってことなのか？そうです、なんかわがままをテーマに書いた曲なんですけど、そのなんか大人ってやっぱりいろんなしがらみとか、大人だからっていう言葉とか、いろんなものを皆さんね背負ってらっしゃると思うんですけれども、なんかそんなのももう捨てていいじゃんいいじゃんって言ったらコチュジャンってなった曲です。それもなんか降りてきたのかな？はい、そうですね。お名前と同じような感じですよね。そうですね、ノリというか、まさかこんな曲が生まれるとは思ってなかったです。でも絶対なんかこれあれじゃないですか、やっぱみんなからはそれこそ
ね、配信とかでコチュジャン食べようよみたいな感じにならないですか、うんね、うんうん、食べようよ、なんか私がもう辛いもの全くダメなんで、はいはい、みんなファンの方優しいから。あ、そうなんですね。そう、なんかいやコチュジャンの差し入れとかもらいますけど、まあ、やっぱり置いてます。置いてない飾っとくだけで、はい、はい、ぜひぜひちょっとコチュジャン好きとしては一回ちょっとね、はい、そうですね、すごい気になりますね、はい、この内面。はい、それでは本日はチョネさゆさんにお越しいただきました、はい、ありがとうございます。皆さんぜひライブ行ってください。はい、はい、それでは最後ですね、お聞きください。チョネさゆさんでいいじゃんコチュジャン。応援ユニットカリニュー部がたくさんのアーティストを応援するべく、タヤキャプテンからの命令を達成し、そして時には無茶ぶりに耐え、部員として成長していこうというコーナーです。早速、今部、はいはい、部活動の内容をしていただきましょう、はい、キャプテン、今日の部活内容は、はい、こんなもの取れました。カリニュー部の激写スクープ。はい、というわけでですね、はい、本日11月12日は、はい、なんとですね、ネッシーを初めて、ネッシー知ってます？知ってますよ。あ、よかった、ジェネレーションギャップだと思った。一瞬反応なかったからびっくりした。さすがにわかります、はい、ネッシーは初めて撮影した日なんですよ、はい、そうなんだ。まあちょっとね、あの撮影された方がね、亡くなる時にね、うん、あの実はあれ嘘でしたっていうのを言っちゃったので嘘なんだ。そうなんですよ、実は嘘でしたって言ってるんですけど、まあネッシーを初めて撮影した人が嘘でしたって言ってるんですけど、まあネッシー信奉者の方からはいやそんなことはないとネッシーはいるといるいう方が今でもやっぱ調査を続けてるんですね。まあでもね、まだあれですかね、人間は宇宙には行ってますけど、はいはい、あの海底には行けてないですからね、うん、はい、確かに。そうだから、いるかもしれない、ね、そういう意味ではね、うん、まあ、だからそういう日なので、うん、はい、まあ今日はですね、カリニュー部の、みんな、まあ今はもうスマホの時代じゃないですか、うん、そうですね、もう簡単に写真とか撮れる時代なんですよ。そうですね、だからやっぱね、うん、みんなのスマホの中にこう、はい、面白い写真が眠ってるんじゃないかなと。ネッシーの写真みたいな、ネッシーの写真みたいなものが眠ってるんじゃないかなというわけで、今回そのね、写真を持ってきていただいて、はい、でどれが一番興味深い写真だったかと、うんうんうん、まあじゃあこれはもうあれですかね、高野さんに決めていただきましょうかね、どれが一番良かったか、うん、そうですね、独断、うんうん、はい、と偏見で、はい、はい、決めていただこうかなと、はい、思うわけなんです。はい、わかりました。どうでした、やっぱみんなありました？いやー、もっと5年前ぐらいから言っといてました。いや、本当にいっぱい撮っといたのに。違う、日頃からやっぱね、面白いネタもね、仕入れとかなきゃいけないんですよ。あ、こういうね、もう高野さんの携帯すごいよ、もう。いや、面白いの入ってます、ね、全部面白いよね。いや、本当ですか、全部面白いです。楽しいですか、すごい。今度チェックさせてください。
漏れるのよりも面白い方が大事ですね。というわけで、では早速、ね、誰から行こうかな、はい、じゃあ、お嬢から行こうかな。私、はい、うん、はい、お楽しみです。私多分10枚ぐらい送ってるんで、はい、どれが採用されてるか。これはですね、スタッフの方で選別しましたので、はいはい、誰の写真がどこをチョイスされたかは、はい、本人には知らされていないという。そうなんですよ。分からない。スタッフが見てこれ面白いんじゃなかろうかと思って、はい、撮った写真を、はい、各々3枚ずつ。おー、はい、出されますので、はい、それをじゃあ1枚ずつ説明していただけたらと思います。はい、わかりました。では1枚目よろしくお願いします。はい、知性の 1ですね、うん、はいはい、こちら、あーこれ何あれです、入荷されすぎたシャウエッセン。これすごいですね。量が積まれてて、はいはい、もうあの上の方冷えてないんですよ。そうですよね。はい、冷蔵庫に置かれてる意味はないですね。そうなんですよ。もう飛び出しすぎちゃって、はいはいはい、結集してる。よく落ちないなっていう感じですよね、そうですよね、これね。これ絶対発注ミスですよね。いや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 そんなことない。いやいやいやそんなことない。なんかそれっぽくスペシャルプライスとか書いてあるけど絶対ミス。いやなんか多分その地域であったんだ、シャウエッセンのなんか。そうね。聞いたことないけどな。ね、まあ、どうせこれ売れちゃうだろうなと思って、多分積んだ人が一生懸命こう積んだんでしょうね。いやにしてもにしてもソーセージってあれなんですね、うん。ソーセージ小さい頃結構美味しくてパクパク食べてましたけど、大人になって分かる。ソーセージの豆知識としては意外に高いっていうね。そうあんなにバクバク食うもんじゃなかったっていうね。そう、意外と高い、意外と高いですよね。ありますね、はい、はい、続いてお嬢の2ですね、知性の2。あー、何ですかこれ。これ土鍋です。道端に落ちてた土鍋の写真。たまたま地元に帰った時に、はい、奥に木の板みたいなのが並んでると思うんですけど、はいはい、この青いホースの裏、はいはい、そこが川なんですよ。で川沿いに置いてあった土鍋。あ別になんかそのキャンプとかできるような場所とかじゃなくて、本当になんか要するぐらいのちっちゃい川なんですけど。これどなんか流れてきたのかな、どんぶらこ。土鍋って浮くんすか。流れてきたのかな。まあきっとなんか誰かがなんか食べようとしたんでしょうね。開けた。いや怖くて開けれなくて。あ開けてほしかったな。中に何が入ってるのかな。絶対やばい、怖い。でも割と綺麗なんですよね。そうですよね、見た目。確かに。そうなんですよ。まあ、じゃあ新品かもしれない、ね、もしかしたらポロッと落ちたのかな。あ、いやそんなことはないと思う。綺麗に綺麗に毎回綺麗すぎる。奇跡的にどこも傷つかず。奇跡の土鍋。続いて、はい、3。あ、3枚目。かわいい。これ私なんですけど、お母さんに写真を撮ってもらってて、うん、その時にちょうど転んだんですよ、私が雪で。その瞬間、ちょっとこれ転ぶ瞬間ですね。ギリギリじゃないですか。危ない。危ない。際どいんですよ。際どい、ね、これ連写ですか。いや連写ではないと思うんですけど、うん、普通にお母さん写真あんまりよく分かってないから、うん、とりあえず適当にポーズとか決めるから、 何枚かこうパシャパシャしてたんですよ。そう、リズムよく撮っててってお願いしてて、その時移動してたらツンってジャケ写みたい。転ぶ瞬間の写真ってことね。はい、そうです。これギリギリお尻がついた瞬間かな。撮れたい。だってもう上ほぼ 2点ぐらいで地面に接します。そうですね。すごい。右側だけで支えてるみたいな。奇跡の瞬間。奇跡の瞬間ですね。奇跡。綺麗に撮るんだ。はい、お嬢からこの3つのエントリー。はい、はい、おー、はい、すごい。だいぶすごかったですね。じゃあ続いてはてんちゃんいきますか。はい、はい、私です。てんちゃんの1枚目。お願いします。ね、はい、あ、出た。何これ。これは何すか。これホイコーローです。ホイコーロー。はい、前に自宅で作ったホイコーローなんですけど、はい、ホイコーローのパックみたいなやつ使って、うんうんうん、作って、なんか前に多分ラジオで話したんですけど、うんうん、それに
キャベツ3分炒めてなんか混ぜるみたいな、そのパックの味付けをほうほうほうって書いてあったんですけど、なんか15分ぐらい炒めてもなんか全然キャベツ炒まんなくて、どういうことどういうことね、あの後々、そう、ほんとなんでだろうと思って写真見たんですよ。これよく見るとあのキャベツの芯も一緒に炒めてた私、ほんとだー、芯がなかなか火が通らなくて、はい、いや、芯って入ってないの普通。入ってないですよ、うんうんうん、あ、そうなんだ、ホイコーロー入ってないかもねえ、でもどちらにしても15分も炒めないよね、芯があったとしても普通は、うんうん、なんか全然そうなんですよ、炒まんなかった時の奇跡の写真です。素晴らしい、奇跡なのか、奇跡ではない奇跡ではないなんかいや一応美味しそうだけどね、まあうん、美味しそうですか。だから15分以上かけて炒めたってことね。そうです、手間暇かかってる奇跡の写真です。うん、はい、薄めにすれば薄めにすれば美味しそう。うん、なんすかね、なんかあれじゃないの、 IH のスイッチ入れてなかったことじゃない。いや、入ってました、ちゃんとジュージュー言ってました、ちゃんと。いや、言ってたんですけど、うん、IH 対応のフライパンじゃないとか。ありそう、2年も使ってるんですよ。そうか、さすがに。いや、ずっとそれ使ったてんちゃんならありえそうじゃん。ありえそう、気づかないでね。やばい、ちょっと確認します。手で触れるくらいの温度で確かに熱くなんないなみたいな。続いて、はい、はい、てんちゃんの2位です。あ、これ私あのもう1枚あるんですけどあ、じゃあ続けていきますか。はい、2位3で、はい、これあのなんかあの結構人に写真撮ってもらった時って、はい、あの半目になったりするじゃないですか。はいはいはい、あの2枚とも自撮りでして。自撮り自分であの321で撮ってるんですけど、うん、あのなんか半目になるんですよ。なんで自撮りで半目なの。わかんないんですよ、なんか力入ったら全部こうなっちゃう。自分ポーズ決めてこうやって撮ってるはずなのに、うんうんうん、3秒のカウントダウンもしっかり見えてるのに撮ってみるとなんかだから、そう、3秒カウントダウンとかしてるから、なんか3、2になったら力入って1って言ったらなるんだよえ、なんかそう、大体こういう半身になった写真ってすぐ消しちゃうんですけど、たまたま最近撮ったやつで残ってたのがこの2枚だったっていう感じなんですけど2枚もあるっていうのがあの結構あって、なんか何でか分かんないんですよ。自撮りで半身ってあんまないね。まあたまにもしかしたらあるかもしれないけど、基本ないてか最近あんまり半身で写真撮らないけど集合写真とかだったら分かるけど、そうなんですよ、一人しかいないのに半目になるのがちょっとなんでかなっていうちょっと奇跡の写真。いや違う、じゃあもしかしてんちゃんあれ普通かもしれない、これてんちゃん。え、そうかもしれない。なんかあの仮入部で3人で写真撮るときもてんちゃんだけ半目のときありますか。え、確かに確かにめっちゃある。今とかは番組出てるから頑張って目上げてるけどてんちゃん本来こうかもしれない。こんな感じですか。基本ベースこうかもしれない。ああ、なるほど。全然空いてますけどね、今全然。そうなんですよ。今全然もうめっちゃバッチリじゃないですか。怖い、白光りしてて。まあ、というわけで、てんちゃんのノミネートはこの3つでしたということで。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて最後、アミティから。はい。はい。これは私のあの顔が黒くなってるのがすみません、パパティとママティです。パパティとママティとアミティと、犬たちで、はいはい、家族で旅行に行った写真。あ、すごい、なんか楽しそうな。はい、でなんかちょっとパパティとママティの頭らへん見るとちょっと髪の毛がパサってなってるんですけどあの写真撮ってる途中に風が来たんですよ、笑って、はい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 、で、私もめっちゃ笑っちゃってて、なんか、はいはい、あの風がバーって来ちゃって、うわーみたいな、はいはい、やばい、すごい風みたいな、はいはい、で、こうワイワイしてる写真なんですけど、はいはい、なんかうちの私が抱っこしてる方の犬、翔くんって言うんですけど、はい、なんかうちの翔くん、いつもブサイクなんですよ、顔がで、ちょっとこれ、ドアップ、あ、2枚目が、はい、あ、2枚…なんかもう早くしろよみたいな、あのこれはアミティのことが嫌いなんです。いや違います違いますだって絶対抱っこされたくないじゃんそういう顔に見えちゃうよね。あの1枚目戻ってもらってもいいですか。なんか体勢もなんか体勢で、うん、なんかワンちゃんって白目見えるんだね。そうなんですよ。なんかうちの翔くんなんかいつもなんかこう
つまんなそうな、うん、なんかちょっとブサイクな顔をするんですよね。眉間にこうシワが寄ってるように見えます。そうなんですよ。ちょっとイライラしてるのかなみたいな。さっきのてんちゃんみたいな。見えるだけかもよ、ね。確かに。同じような写真かもしれないです、ね。まあこれがじゃあ1枚2枚続けて。はいはい。3枚目は。これはこれあの偶然撮れたんですけど、なんかこの譜面が映っちゃった的な。あ、いや、これあのアリエルのクリアファイルと一緒に写真を撮ったら、あの偶然撮れた私の可愛い写真。どういうこと？どういうこと？どういうこと？いや、そのままでしたよ。いや、アリエルのと横に並んだら偶然撮れた私の可愛い写真。メインは奇跡の一枚みたいな。メインはミティだ。はい、どういうこと、どういうこと。いや、そのままなんでこれ持ってきたんですか。多分送られてきたから。あれですよ、不思議な写真ですよ、不思議な写真。うん、はい、かわいい。かわいい、まあ、かわいい、この発想がかわいい、かわいくないですよ。この発想が不思議なのかもしれないですね。確かに。いや、でもずるい。私さっきハーフの写真だったのに。ずるいよ。かわいい写真は、かわいい、かわいいので終わらせてもらいました。はい、というわけでこのノミネートになりますが、どれが一番良かったですか。めちゃめちゃ迷うんですけど、はい、でもまあ、不思議な写真ですよね。出身がもう迷うんだけど、まあ、一番最後のアミティかな。3枚の3枚のどれですか。一番最後のアリエルの可愛い私の写真で、はい、あれノミネートにしましょう。不思議な写真で。ありがとうございます。というわけで、はい、今週の部活動はここまで。せーの、おつかりニュース。はい、ここでカリニューブからのお知らせです。はい、私たちカリニューブは頑張っている皆さんを応援しています。この赤と黒のパーカー姿を見かけたら気軽に声をかけてくださいね。みんなが誰かを応援すればきっと世界は頑張れる。そして番組終了後20時30分からショールーム配信をします。放送内ではお伝えしきれなかった本日のゲスト、チョネさゆさんの魅力も私たちがさらにお届けいたします。お楽しみに。以上、カリニューブのコーナーでした。アルファエンタープライズ。ピザって10回言って。ピザ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 。音楽を仕事にしたいならアルファエンタープライズ。シャンデリアって10回言って。シャンデリア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 。シンガー募集もしている作曲家事務所といえばアルファエンタープライズ。じゃあ夢って10回言って。夢夢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 夢。夢は口にするだけじゃかなわない。その夢形にしたいならアルファエンタープライズ。というわけで番組もエンディングです。ここで番組からのお知らせです。アーティスト応援部では番組に出演したいアーティストを募集しています。お家で聴いているあなたも、すぐそこで見ているあなたも、次戦他戦は問いません。応援したいアーティストがいればどしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト応援部、もしくは a-ouenbu.com で検索してください。はい、というわけで今週も終わりになりました。はい、今週ちょうど、月食があったの、皆さん、うん、見ました。ありましたね。見てない。見てない。あんな442年ぶりですよ。あ、そんなに。はい、あ、いや、442年ぶりだから、あの前見えたのが安土桃山時代ということで、はい、で今回ですね、僕写真撮ってきたんですよ。え、これ田谷さんが撮ったんですか。僕が撮りました。え、すごい。僕が撮りました、一眼の写真で。めっちゃ綺麗。もう一瞬ドラゴンボールかと思いましたね。オープニングかと思いましたね。本当になんかあったな。はい、こんな感じで、はい、ぜひ、ね、みんなに見てもらいたいなと思って、これ月が全く隠れてる状態なんですよ。だから本来見えてないところがこう屈折した光で赤く見えてるっていう。なるほど。一番全くあの太陽の光が当たってないですね。でもこんな綺
綺麗に映るんですね、一番ね。でも今ネットでもみんないろんなの上げてるんで、ぜひぜひ見てください。次はですね、330何年後。あーもう死んでる、はい、もう見れないんだ、はい、そして来週でアミティが卒業、はい、私卒業なんです、はい、というわけでちょっと来週はなんかやりましょうかね、はい、そうですね、というわけでお楽しみにしてもらえればと思います、はい、ではそろそろお別れのお時間です。それでは皆さんまた来週、バイバーイ。今日なのだとしたら少し誇れ